立憲革命。1932年6月24日に、タイ王国、シャム王国で勃発した立憲革命は、太を絶対君主制から立憲君主制へと移行させた、クーデターあるいは革命である。クーデターは、主に平民出身で構成された、文民、軍人の官僚により組織された人民党によって行われた。無血革命と説明されることが多いが、 ただ一人、陸軍第一師団長のプライヤー・セーナソン・クラーアーム、少々が取り押さえられる際、発砲を受け流血しているため、厳密には、無血革命とは言えない。なお、この政変を革命と表現するかクーデターと表現するかは定まっていない。日本語においては、立憲革命と革命扱いされているが、英語においては、クリー・エイター・オブ・1932あるいはクガ、 用いられる表現がなされることが多い。第五においては、フッツ歴2475年のシャム革命という言葉自体、1971年にダノームが、クーデターを起こした際に、革命団と名乗るなど、ただ単に、変革、クーデターという意味で使われることがある。なお、第五においては、この立憲革命を含め、成功したクーデターを一括して、やんわりと、政変、 と表現することも多い。この項目においては、特に両者を区別せずに、クーデターという表現で一致する。着陸改革以降、ブンナーク家の支配を脱し、ラーマ五世、チュラーロンオ音、ラーマ六世、ワチラーウッドは、政治的に重要なポストに、西洋教育を受けた王族を優先的に配置し、その実権を握っていた。一方で、ドゥシット宮殿、 ウィマーンメク宮殿、アナンタサマーコム宮殿や、バーンパイン宮殿、サナームチャン宮殿など、数々の宮殿を建造するなどの税を尽くした生活様式や、特にラーマ六世に顕著に見られるが、文芸の保護に力を入れ、スワパー、ボーイスカウトの大人版などの指摘クラブなどの活動を行うこと、その国費を大いに消費した。一方で1926年から、 当時の国王であったラーマ7世、プラチャーキポックは大規模な官僚らのリストラを行い、国費の消費傾向に拍車をかけたが、1929年に始まった世界恐慌は、タイ最大の輸出であった米の輸出量を大きく下げ、これに伴い政府の収入も加工した。1931年のタイの予算は、歳入が7894万ワーツで、 約853万バーツの赤字が出るほどのものとなった。このような中、国王は財政再建のため官僚らの給料の据え置きを格策、ラーマ四世の孫である陸軍元帥、ボーアオーラデート新能がこの政策に反対し、摂政のナコンサワンオーラピニット新能、リパットスクムパン新能とも、以下、ナコンサワン新能や、 運輸省のカムペーンペットアッカラヨーティング新王、ブラチャットチャイヤーン新王とも、以下、カムペーンペット新王と論を交わし、最終的に辞任した。この事件は、その頃普及し始めた新聞が連日報じちまたを騒がせた。一方政府の見込みでは、1932年の予算では、さらなる赤字が見込まれることから、国王は各新聞社に謝罪とともに、 官僚らの大規模なリストラを再び行うことを発表した。このことは新たなメディアであった新聞の読者であった官僚らを怒らせ、新聞社は王族ら上流階級に対するネガティブキャンペーンを洋々な形で展開し、政府が発禁に処すこともあった。その一方でラーマ7世は同時期に着ー王朝150周年記念日に向けて、 近帝憲法を制定しようと考えていたが、ナコンサーン新能、憲法草案に携わったプラヤー・シーウィサーンなどの反対を断念した。このような中、立憲革命は勃発した。このクーデターの指導者の一人であるプリーディ・パノムヨン、によれば1927年に人民党が結成された。最初はプリーディ・プラユーン、クワン、タナサイ、ピブーン、 ルワン・シリラート・マイトリー、トゥは、ネープ7人による小さな派閥であったが、フランス留学時代のツテを頼って、あるいは、社会不安に乗じて、どんどん勢力を拡大した。1932年6月12日4回に、渡って行われた会議の末、プラヤー・ソンスラデートの家で、クーデターの実行が決定した。その内容は6月19日に国王が不和品に、 滞在している間に、主要な王族や政府交換を拘束し、ラーマ5世紀場像を前で独立を宣言するという内容だった。しかし、政府に事前に察知されたり、メンバーの都合合わせなどで、再三延期され、結局結行されたのは6月24日であった。陸軍軍人の人民党、メンバープラやリットアッカネーは午前5時に、陸軍は、 第一砲兵隊のトラックを奪い、同じ陸軍のプラプラサートピッタヤユットは、騎兵連隊に忍び込み首都で騒乱が起きた偽り、兵士と武器を奪いプラヤーリットアッカネーの用意したトラック乗せて、ラーマ5世騎馬像前に運んだ。このカンブーンは、パーヌパンユコン新王を監視した。一方で海軍の人民党メンバーであるシン、カモンナーウィンを中心とするグループは、 陸戦隊四百人全員を連れ出し、多量の武器と一緒に、ラーマ5世騎馬像前に運んだ。集合時間の六時を過ぎた後、国王なき首都で一番の権力を持つ、摂政のナコーンサーン新王の拘束するよプラヤー。ソンスラゲートは、プラプラサートピッタヤイユットに命じた。ナコーンサワンは、パジャマ姿のままバーンクンプロム宮殿、現代国立銀行博物館のチャオプラヤーにかかる。 桟橋から船で逃げようとしていたが、人民党員の乗った軍艦が見張っていて身動き、取れないところを一文弱の末、着替えも許されず連行された。同様に軍隊や警察などの主な機関の交換が捉えられ、ラーマ五世騎馬像の北に立つアナンタサマーコム宮殿に拘束された。これらが一段落すると、プラヤーパホンは兵士の前に出て、いわゆる、 人民党宣言を発表した。この時感性が起こったとされるが、ほとんどの兵士は何が起きているのか分かりかねていたと、異回想もある。他のオム政権時代に内省を務めた、このクーデターに兵士として参加していた、プラパート大将によれば、家庭の上での予行演習か何かだと感じたそうである。その後、人民党は4時から王族を集めて、王族との会議を行い、 これからのことを相談した。プリーディは、クーデターが王族らに、新憲法の制定のための正当なものであることを、説明した。また、タイがイギリスとフランスに挟まれたいわゆる干渉地帯で、あったため外交面では、列強との連絡を取り、人民党の意図を説明することが不可欠であった。ラーマ四世の孫であった外相の定和音は老体、新能は、国王の反応を知りたがったが、 諸外国との連絡役をすることを約束した。一方国王には、翌日25日に、プラヤーパホン、プラヤーソンスラデート、プラヤーリットアッカネーが署名した、国王が首都に戻り、立憲君主とならねば、新たに国王を立てるという旨の最終通告を受け取り、26日にバンコクに戻った。その日の11時人民党やクーデターに参加した。 メンツに対する恩赦が下り、国王は憲法草案を手渡され、翌日に臨時憲法として承認した。28日には人民代表委員が開催されプライヤー、マノーパコ・オンニティターダーが、大発の総理大臣として任命された。このクーデターにおいては、外相が早々と新政権に協力し、国王も以前のままであったことなどから、 外交関係によくも悪くも変化が生じなかった。一方、暫定憲法を承認したラーマ七世は、人民党宣言に王族批判があることに不満を述べ、マノーパ公ン政権を圧迫、高級に憲法に歴代王を称賛する文章を書かせたり、申請にして、おかすべからず、の文を入れさせたりした。この後もラーマ七世は、 自分の意に従わないことがあるとすぐに対応をほのめかし、干渉した。翌年の33年には、人民党の文民派の党目であったプリーディが、経済計画大綱を発表。社会主義の方法を自由主義に組み込んだものであるとして、プリーディは、国民全員を国家公務員にすとした計画を発表。これに対してラーマ七世は、スターリンが真似たのか、 プリーディが真似たのか知らないがと述べ、プリーディに対するネガティブキャンペーンをプライアーマノーパーンと展開。国会は混乱状態に陥りプライアーマノーパコー公は重宝的な処置として国会を閉会した。直後に共産主義思想を非合法化する。文民派の力は弱くなり急激に軍部がのし上がっていき1933年6月20日、プライーパホンピブンラが 情報的な処置を展開するマノーパコーン政権の無能さを理由にクーデターを起こし、立憲以降初の軍事政権を迎えることとなる。同年の10月11日には、ボーアオーラデート新能が民主的な政治を求めて、クーデターを格散し失敗するなど、大の政治は立憲から2年経たないうちから混乱を極めた。1934年にはラーマ7世が白内省を、 理由に外遊を開始し、翌年の3月2日いつまで経っても民主政治に移行しないパホン政権に向けて、私は人民のためにもともと私にあったところの権力を放棄する心の準備はできている。との名言を残したいした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。